北口駅舎近視町駅は東京都墨田区高等橋3丁目にある東日本旅客鉄道東京地下鉄の駅である JR 東日本の各線と東京メトロの半蔵門線が乗り入れ接続駅となっているまた各路線に駅番号が付与されている JR 東日本の駅に乗り入れている路線は総武本線であり当駅は 東京駅方面の本線と茶の水駅方面の支線との分岐駅となっている。東駅千葉駅間は総武快速線と中央、総武観光線との複々線区間となっている。また、特定特市内制度における東京都区内に属している。東京メトロ、半蔵門線の列車は東京急行電鉄と東武鉄道との三者、直通運転を行っている。 震災復興後の総武本線と錦糸町駅付近、JR 東日本と東京メトロの駅は少し離れた別構内であり、両駅の出入り口はやや離れている。両駅は直結しておらず、一旦屋外を少し歩く必要がある。半蔵門線の駅は南北方向に走る道路の地下に立地する。東西に伸びる JR 総武線に対して、通路が南北方向に伸びている。 島式ホーム2面4線を有する高架駅である。当駅で各駅停車お茶の水、中央線方面と、快速東京、横須賀線方面が分岐するため、各駅停車と快速を相互に乗り換える旅客は多い。ただし、線路別複々線であるため、快速と各駅停車の乗り換えは別ホームになり、階段、エスカレーター、エレベーターを経由する。当駅ホームの亀戸より、2000年代に、 両ホームへのエレベーターエスカレーター整備が行われ、バリアフリー化が行われた。乗り場、編集あたり駅の正方に観光線、快速線間の渡り線が存在する。新宿方面からの特急はここで観光線、快速線と転線し、当駅の快速線ホームに停車する。また、この分岐機配線の関係上、快速電車が当駅を発着した前後は、大きく揺れる。当駅は、 成田エクスプレス以外の営業列車は、臨時列車も含めて停車する。かつては、ホームライナー千葉も通過していたが、東京発、ホームライナー千葉は、過去に運転停車していたことがある。北側には、快速線の留置線が隣接し、6本の列車を止めることができる。総武快速線及び、横須賀線の東京駅発着で即時折り返しを、 行わない列車は東駅付近まで総武快速線を改装し、この留置線に一旦引き上げた後、再び総武快速線を改装して、東京駅へ向かう。下の写真の通り、快速電車用 E217 系と特急列車用 E257 系が使用している。ホームの真横に位置し、両国駅方で本線と出入りする構造になっている。このため、 営業列車での当駅始発、終点の設定はない。総武快速線は、通勤後方面作戦の計画に当駅での優等列車対比が盛り込まれていたため、上下線とも通過線を設置できる構造になっている。ただし、当駅は当面の間、全列車が停車するとされたため、市川駅と異なり当初から通過線は敷設されず、成田エクスプレスなどの当駅通過列車が登場した。 あとも、不設の計画はない。現在、上り線の予定地は広告スペースとなっており、下り線の予定地は例万竜地線として使用されている。国鉄時代には、鉄道管理局の協会が、曝露町勤市長官にあったことから、東京都内にありながら、同駅伊藤は千葉鉄道管理局が管轄していた。2018年10月末頃に、自動放送が更新された。発車メロディ 編集1.2番線では、五感工房3.4番線では、東洋メディアリンクス制作のメロディを使用している。島式ホーム1面2線を有する地下駅である。押上側には非常用の両渡り線がある。改札口は1カ所となっている。押上止まりの列車で、終点到着が2番線の列車で、1本後の列車が東武線直通の場合は、 階段移動を伴うために当駅で乗り換えを流すアナウンスが行われることもある。乗り場、編集あたり駅が開業してから1910年3月26日まで、東武鉄道は亀戸線、総武線を経由して当駅に乗り入れていた。2003年3月19日に半蔵門線との直通運転を開始したことにより、東武鉄道は事実上93年ぶりに当駅への 乗り入れを再開したことになった。発車メロディー、編集2018年9月13日から、スイッチ制作の発車メロディーを使用している。曲は1番線が、交際都市、2番線が、サミダレである。開業後の1日平均乗降人員推移は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。近年の1日平均乗車人員推移は、 下表の通り、美光、錦糸町、錦糸、高等橋、緑、及び太平も、三椒東駅周辺は、東京都の副都心に指定されている。北口及び南口ともに地下駐輪場が設置されているものの、2013年度における東京都の調査によれば、放置自転車の数が、東京都内の駅の中で最も多かった。北口は錦糸、南口は、 高等橋の街が広がっている。北口はもともと国鉄用地が広がっており、商業施設はあまり多くなかった。1980年頃に再開発の機運が高まり、再開発組合が設置され、1997年10月にアルカタワーズ近視町がオープンすることとなった。これと同時に北口の各施設として、祖号近視町店が開店したが、 祖号の経営難に伴いわずか3年で閉店されることとなり、2002年より現在のアルカキット禁止庁として営業している。南口は東京の東側の陥落街として栄えている。最寄り停留所は東駅北口ロータリー、南口ロータリー、及び京葉道路と4つ目通り上にある禁止庁駅前となる。また、少々離れた東部ホテルレバント東京の正面。 玄関車寄せ内に、空港リムジンバス乗り場がある。以下の路線が乗り入れており、東京都交通局、東京空港交通と、京成バスと東部バスセントラルと、京浜急行バスにより運行されている。2012年3月からは、墨田区内循環バス、墨田百景墨、丸くん、墨林ちゃんの運行も始まった。東日本旅客鉄道総武線 通勤快速暴露町駅禁止町駅船橋駅快速暴露町駅禁止町駅から、駆新小岩駅総武線両国駅禁止町駅、亀井戸駅東京地下鉄、半蔵門線住吉駅禁止町駅、押上、スカイツリー前駅駐車区、編集出展、編集報道発表資料、編集 JR、地下鉄の1日平均利用客数。 JR 東日本の1999年度以降の乗車人員 JR 地下鉄の統計データ東京不統計所東京都統計年間ありがとうございます。